つ川橋梁を渡る D12 号。開業と共に導入された車両だが、後年新橋市電に売却された。本校では、美ノ電気軌道の木造単車について解説する。美ノ電気軌道は1911年の路線開業に合わせ、木造車体を備えた四輪単車を12両導入した。その後の増備で、計56両の木造単車が導入されたほか、 合併会社から10両の木造単車が、美の電石に組み込まれている。これら66両のうち、明期鉄道を経て、名古屋鉄道に引き継がれたのは57両である。美の電機軌道時代は、形式称号がなく、工述する不番体系による車番が割り当てられていただけだった。明鉄合併後も、軌道席の車両には、形式称号がなかったが、1 9 4九年の、 会番で全車両に形式称号が設定され、もう1型、もう5型、もう10型、もう25型、もう35型、もう45型、もう50系の各形式に区分された。ミノデンが発注した車両は、基本的に木造ダブルルーフ車体、オープンデッキ構造、客室窓8枚という車体構造で、対象から昭和初期にかけて、 各地で見ることのできた普遍的な路面電車、そのものであった。主要機器については、各社メーカーの際はあったものの、制御方式は直接制御、制動方式は手ブレーキ及び発電ブレーキ、終電装置はトロリーポールで統一されていた。戦後の改造で、全消灯の移設、客用扉新設、終電装置のビューゲル化、連結器の撤去などが施行され、 一部車両は、車体外反に後半を貼り付けた簡易交代車となった。1967年7月23日全敗。ミノデンでは、木造単車に対し、搭載する、電気機器によって、車番の前にアルファベットを付けることで車両を、区別していた。後期造備車には、デッカー搭載車の記号を DD とする例があるが、D と DD の違いについては未だ解明されていない。 ミノ電導入車両の搭載機器は、デッカー製か、シーメンス製であり、GE 製を搭載したのは、日合併会社の車両のみ、三菱製は、機器の破損で交換した M2 号のみであった。ミノ電時代より、最大勢力のデッカーに統一する動きがあり、最終的にデッカー製 DK-13、または、DK-30 系統の機器にまとめられた。 車番のうち9.2939.4249.59は欠番である。そのほとんどは末尾9を意味番とする未の伝承機の慣修によるものだが、この慣修は次第に薄れ、聞きたけい弁鉄道の車両を組み込む際には19を使用している。以下、製造年次や名鉄による形式称号を基準に便宜的に車両を区分して解説する。なお、 戦災復旧車については名鉄も五重軽電車も参照されたい。開業に向けて1911年に申請されたグループで D1、D2、D3、D4、D5、D6、D7、D8、D10、D11、D12、D34 の12両が存在した。全車天の向上性。D1、D5、D6、D7、D8、 D34 は一時期鉄道線に所属していたが、BD505K の投入により1924年に、起動線に戻されている。電気機器として、デッカー製の30馬力モーターを搭載していたが、一部の、車両は1925年4月に、旧機器多軽便車両の性能向上のため同社の、GE 製25馬力モーターと交換し、車号を、 G3, G4, G10、G11, G12 に改めている。この他、1929年にはモーターが故障した D2 が三菱製メガバイト7 4 a に換装して M2 となっている。屋根のダブルルーフ構造は客室部のみであり、初期車の特徴であったが、名鉄成立後の1937年8月に外観の統一の名目で、 運転台まで屋根を延長し、造備車の外観に合わせている。1939年には、M2、G3、G4、G10、G11、G12、D34 の7両を、満州国、新疆支電に売却し、残存した D1、D5、D6、D7、D8 については1941年の改版で、1から5に整理された。 このうち3は、戦災被災により消失しているが、戦後名古屋造船によって復旧した。1949年の形式付与、再開版で1、2、4、5がも1計1から4となり、戦災復旧者の3話も50計50となった。廃車は1965年6月のも4より、開始され、最後まで残存したも3話に軸。 単車運用最終日となった1967年7月23日まで運用された。開業直後に増備された車両で D13、D14、D15、D16、D17、D18 の6両が存在した。天の工場性で使用は先の車両に準じている。D18 以外の5両は1920年に春園電機へ売却された。 残った D18 も1925年の旧機北車とのモーター交換で G18 となり1939年に新京市電に売却された。菊田京弁鉄道が導入した木造単車後継4両、お付け2両が前身である。同社合併後は春園電気への売却で空番となった13から17。 および基盤として空いていた19が割り当てられ、G13、G14、G15、G16、G17、G19 となった。1925年の危機交換で、D13、D14、D15、D16、D17、D19 となった後、9オ系の D15、D16 が、新京市電へ売却され、 残る4両がも1 5系1 5から18を経ても2 5系2 5から28となった。13号美濃朝鮮の増発に備えて1912年に増備されたグループで S20、S21, S22, S23, S24, S25, S26, S28, S30 の9両が存在した。基本仕様は、 全後明治44年製の車両に準じるが、製造会社と、モーターが異なり全社京都、庭電車製作所製、シーメンス搭載車であった。1937年8月の外観統一改造も実施されている。1941年の改版で6から14に、整理され、このうち6、7が1944年に、仙台市電へ売却された。 1949年の形式付与、再開版で8、10、11、12、14がも5、慶語から9となり、戦災、復旧を経た9、13はも50、計51、52となった。戦後はも1型と同様の経緯をたどり、1966年2月の、も6も9を最後に全敗。 DD33 号笠松旋開業に備えて1914年と1918年の2度に、渡って増備されたグループで、DD27、DD31、DD32、DD3、DD35、DD36、DD37、DD38、DD40、DD41、DD43、DD44 の12両が存在した。 製造は名古屋電車製作所でモーターも同じレッカー製ながら35馬力と従来車より強力であった。この造備車より屋根形状は運転台までダブルルーフの形態で登場している。1941年の改版では製造年次ごとに整理され、1914年製の DD33DD44 が19から27。 1918年生の DD27,DD31,DD32 が28から30となった。1949年の形式付与、再開版で19、21から26,28から30がも10系10から19となり、潜在、復旧を経た20、27派も50系53、54となった。 戦後の各種改造についてはもう1型に順次、もう10、もう11、もう12、もう14、もう16、もう17、もう19の7両が1967年7月23日まで運用された後に廃車となり、形式消滅した。DD56 号1920年に増備されたグループで、DD45、DD46、DD47、 d d 四十八、d d 五十、d d 五十五、d d 五十六、d d 五十七、d d 五十八、d d 六十の重量が存在した。対象三点七年製の車両とは、製造元、寸法ともに同一だが、モーターが四十馬力機に増強されていた。このグループは、機動席、鉄道席の変更が激しく、九百二十三年に DD、d d 四十五。 DD46、DD47、DD48 DD の4両が、旧長良系弁車の売却に備えて、高富線所属となったほか、鏡島線所属だった DD、DD55、DD56、DD57、DD58 の、うち DD55 は BD505 系投入に伴い1925年に、残る3両も1928年に、起動席に移された。 1941年の開版で31から4 2整理されたが、この時点で、鉄道席に属していた31から34にはも31系の形式称号が与えられた。1949年の形式付与、再開版でも31系31、も31系33、35、39。 40がも35系35から39となり、戦災、復旧を経たも31系32、も31系34はも65系65、66、2、36から38はも50系55から57となった。戦後の各種改造についてはも10型に準じる。その後1965年より廃車が開始され、 最後まで残存したも39が1967年7月23日まで運用された後に廃車となり形式消滅した。ながら3号ながら軽便鉄道が1913年に導入した木造単車1から4号が前身である。日本車両製造製、GE 製25馬力モーター搭載車で制御機も GE 製の K10A であった。同社合併後は、 G51、G52、G53、G54 となったが、1924年に、岡山電気軌道に売却された。うち一両はさらに、米子電車軌道に、譲渡されている。市内線線受動中節橋間延長に備え、1925年に、増備されたグループで、DD61、DD62、DD63 の3両が存在した。 製造は日本車両製造で、モーターは四十馬力であった。d d 六十一は、美野朝鮮で使用され、d d 六十二、d d 六十三は一時基礎線に転出していたことがあった。九百四十一年の改版で四十五から四十七に整理され、九百四十九年の形式付与、再改版で四十六、四十七がも四十五計四十五。 46となり、戦災、復旧を経た45はも50計58となった。T101 号1912年に申請された、天の工場製の付随車であり、T101、T102、T103、T104 の4両が存在した。車体は、初期車両に準じており、ブレーキは、手ブレーキのみであった。情勢の変化で、ミノデ時代より、放置気味であり、 1939年4月に全社廃社された。ありがとうございます。